なあなあ、幻の砂漠にすげえ素早く動くミラージュがいるの知ってるか？今度そいつと徒競走で勝負したいと思ってんだけど、相手はミラージュだろ。もし攻撃されたら怖えから、とりあえずそのミラージュがどんぐらい強いか見てきてくれよ。相手はサボテンだってミラージュだ。何匹か倒したら強さもわかると思うから頼むぜ。ここは神聖な場所です。てか、あの町すごくね。戦闘で混乱すると勝手に行動してしまう。味方を攻撃することだってあるんだ。軽く殴ってやるだけで正気に戻るんだが、着付け薬を使えばより安全だな。ほら、持っていけよ。ラインウッズヒルよりすごそうなのです。第11幕、赤の予言と青の予言。ちょっと待って。ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリって、もしかして。もう忘れたとか。また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバームート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃミラージュを使うオービトなんか大きな軍にしかいないってことじゃない？今はオービトの、それもミラージュ使いなんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔オービトが住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からのオービトも有名だよ。うん、何にしても有名なのね。それで炎の谷に行きたいんだっけ？今のところ手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ？炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ、ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？
ちがその丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私召喚士のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だからユーナと少し雰囲気が似てるな。え、ユーナ姉様の知り合いなの？少し前上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。それであなたたち予言に書かれている4つの鍵を探してるの？まあそのうちの1つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ、もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれてすごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何を突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚士であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、4つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。もうほんと最近ああいうのが増えてきた。ほんと多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけどちょっと怖いよね。だいたい青の予言は召喚士の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタモノだよ、バッタモノ。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはファーナルース様があなたたちの母親と同じ名前だから、見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の大人なら予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。じゃあそのなんとかかんとかに向かおうぜ。もしそこのお方や、頼みたいことがあるんじゃが、孫の誕生日にプレゼントをしたいんじゃが、できればいくつかあるとありがたいんじゃが、お願いできん？おお、引き受けてくれます。ありがたい。お礼と言ってはなんじゃが、これを。ついに一文字も覚えないの？東側にあるみたいなのですよ。
うしたの？なんでもないわ。行きましょう。まあ、
やばいな。そうなのです。リディア、向こう。リディア、向こうの方に行ったよね。
ゃ。実力通り。やったな。